ニューシェパードニューシェパード2号機ニューシェパードは、アメリカ合衆国の宇宙企業ブルーオリジン社が、開発中の垂直離着陸型の再使用型であり、弾道飛行用の有人宇宙船である。ニューシェパードの名前は、アメリカ初の宇宙飛行士であるアランシェパード、宇宙飛行士にちなんでいる。ニューシェパードのカプセルニューシェパードは、車上から垂直に上昇して、 約2.5分間のエンジン噴射を行い、約5分間無重力状態で飛行する。その後、クルーカプセルは分離され、パラシュートで降下。残りの機体は垂直に降下して着陸するコンセプトである。1回の飛行時間は10分から15分とされる。組み立て工場はワシントン州シアトルの近くにあり、打ち上げはテキサス州で実施している。 ブルーオリジン社はアマゾン .com の創業者であるジェフ・ベゾスの出資により設立された。2018年6月現在、有人飛行の実現に向けて開発が進められており、2019年には宇宙旅行のチケットを販売開始すると予告されている。ニューシェパードは単断式の垂直離着陸機として計画されており、その設計思想は DCX とほぼ同じである。 質量は54トン、エンジンの水力は1 0 0 0トンであり、高度1 0 0トルへの商業弾道飛行を目指している。エンジンは液体酸素と液体水素を燃料とする BE-3 を使用する。BE-3 は垂直離着陸に必要なスロットリング機能を持ち、490KN から 89KN まで水力を調整できる。燃料サイクルには、 J-2S ロケットエンジンでテストされた燃焼室で発生したガスでターボポンプを駆動するタップオフサイクルが採用されている。BE-3 の設計、開発、製造は全てブルーオリジン社内で行われ、ジョンシーステニス宇宙センターで合計3万秒に上る450回以上の燃焼試験が実施された。着陸するニューシェパード3号機。ありがとうございます。